皆さんこんにちは。教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のしっかり稼げる教室集客のバイブルは、集客動線を掛け算で作っていこうというお話をしたいと思います。集客動線を掛け算で作っていくっていうのは、単純に言うと入り口が多い方がいいよねっていうお話です。SNS いっぱいあります。もちろん得意からやっていただいて全然構いません。私の場合には出てる、SNS ほとんど全部一応動かしております。で、私のお客様の集客属性というか、属性からすると、来にくい媒体とかはそんなに一生懸命やってません。例えばツイッターとかですね、それはそんなに一生懸命やってないです。インスタグラムももちろんフォロワーはついていますけれども、ことさらに増やそうとは思っていなくて、写真が撮れるコンサルタントだよっていうことを見せるための綺麗な写真は置いてありますけれども、それが撮れるからってコンサルお願いしようっていうことにおそらくならないと思いますので、インスタグラムはそんなに力を入れていないです。だけれども、例えばブログとかはやはり思いとかそういうものを伝えるのには非常に向いている媒体ですし、 SEO と言われる Google や Yahoo からの検索から来る方っていうのが、やはりブログ経由の方が非常に多いので、ブログはやはり大事だなっていうところが一点ありますね。で、同様に YouTube からもお客様いらっしゃいます。 YouTube からもお客様がいらっしゃるので、私もこうやっていろいろと皆さんに情報提供しながら信じてもらって、高橋さんってどんな人かなって思って、でその時にですね、特に最近のクライアントの傾向なんですけどね、複数メディアをチェックするんですよ。やっぱり例えば私の場合、ブログが最初で出会っても YouTube 見たりとか、もちろんホームページも見たりとかで、インスタもやってれば Facebook もとか、全部ね見てから決めるというか、この人に会ってみようかなみたいに決める形が多いので、複数媒体を持っていれば入り口が当然多くて決まっていく確率は高くなるっていうのがあるので、お時間はねかかるんですけれども、やったことはそのまんま積み重ねとして、きちんと実績は出ていきますね。だからそれを意識してウェブサイトとかいろんなものを使ったり作ってるかっていうのが、どちらかっていうと大事なんですね。だから掛け算的に増やしていくっていうのは、入り口が多ければそれだけ決まっていく確率はどの道高くはなっていくんですけれども、あと同様にですね、 SNS とかは特に得意な分野ではあるんですけれども、検索エンジンで来る人ももちろん悪くはないんですが、結構長く媒体見てる人多いんですよね。そうするとその間に信頼関係がどんどん構築されていくので、濃い方、見込み客と言われる方の中でも、こう自分をすごくいいなと思ってくれるようなタイプの人が来る確率が高くなるんですね。 SNS とかをぐるぐる巡回してもらって上手に作っていると、そうすると、お客様の中でも有料顧客っていう方の部類になりそうな人が来る確率が高くなると、例えばその集客っていう面で考えてもですね、濃い方っていうのが、例えばファンになる確率が高ければ、1回だけ通うタイプの人を例えば300人集客するのと、月に3回通ってくれる人を100人集客するの、これが結局どっちが難しいかっていうと、300人の方がやっぱ難しいんですよね。だから100人でこういう人が何回も通ってくれるみたいな方が良かったりするので、例えばここの領域提供できるよね、この人が、でその人がその同じ中でも違うレッスンの内容を気に入ってもらったら、そこまた通ってでもう一個通ってっていうこともできたりしますので、集客媒体が多いといろんな属性の方を集めることができる。しかも、ただ一貫性のある発信はしないといけないんですけれども、一貫性のある発信をしていれば信じてもらって、あ、いいよねっていう割と深い方がいらっしゃるケースが多かったりします。すると、集客動線を掛け合わせていくと、当然相乗効果で売上とかも上がっていきますし、濃い方をつかみやすくなるので、全部一気に構築するのは無理だったとしても、私は
その、まあ、得意分野から始めるんだけれども入り口は多い方がいいっていうスタンスで皆さんに教えています。なので、集中するべきあのメディアは決めた方がいいです。その自分がターゲッティングをする、お客様がよく見る媒体ですよね。はい、私の場合今回良かったなと思ったのは本を出版したことですね。やはりあの本は非常に全国的にいろんな方にも見られてお問い合わせもぐっと増えましたし実際にお申し込みとかも増えてますので皆さんが全て本を作れるわけではないのも重々分かってるんですけれども本もあの言っちゃうとですねブログどんだけ書いてるかが本を書く時のすごい大きなポイントになったりしますね。あの早く書けますブログいっぱい書いてると。でコンテンツが自分のコンテンツなのであの非常にこう伝える言葉とかが伝えやすくなったりとかしますのでぜひそんなね将来も見据えつつブログを書かれるといいかなと思いますね。私は開業7年目にしてやっと本を出したっていう電子書籍はね十何冊出してましたけど、まあ、商業出版の方は去年初めて出しまして来年も出す予定なんですけれどもあの本っていうのはそういった権威性もありますからね集客効果がとても高いなっていうのは実感していたりします。なので結論としては SNS ツールは掛け合わせながら使っていくっていうのがいいと思います。そしてそれは1媒体よりにも2媒体2媒体よりも3媒体っていう方がそれを全部巡回したお客様からは強い信頼を得られるっていうことがありますので、ぜひ少しずつでもトライしてみていただけるといいと思います。それでは。